平日の昼下がりにある女性と待ち合わせ。こんにちは。お待たせしました。よろしくお願いします。都内在住40代の女性リナさん、これからランチをするそうですが、やってきたのは、こちらの方は旦那さんですか？いえ、夫ではありません。こちらセカンドパートナーです。ネットを中心に密かに話題になっている新たな男女関係、セカンドパートナー。食事したり、趣味を一緒に楽しんだり、出かけたり、まあ、そう、一緒に楽しい時間を過ごすって感じだね。一般的にセカンドパートナーとは、お互い既婚者の男女が恋愛感情を持ちつつも節度を保ちながらお付き合いをしていく、文字通り夫や妻とは別の第二のパートナーのことです。趣味の報告をし合ったり、ちょっと悩みとか聞いたり、何でもエロい話、エロい話もする、まあ、家の話をしたりとか。すごくなんかこう人生の彩りが増えるかななんて思います。これは不倫とは違うんでしょうか？体の関係みたいなところは、まあ今後どうかは分かんないですけど、今のところは起きないです。はい、今後あるって言った方がいい。ないないよ。でしょ、ほら、ね、ないないです。そこを見境なくやっちゃうとね、多分お互い安心できるっていう意味では、ある程度の距離感を保てるので、その方がいいかなっていう気がしますね。そう、セカンドパートナーとはあくまでプラトニックラブ、体の関係を持たないのです。不貞行為に当たらない、つまり一般的な不倫関係ではないとのこと。そんなセカンドパートナーを探す出会いの場が、既婚者限定にもかかわらず、こちらのサイトは開設してわずか1年半で4万人以上の登録者が。まあ、健全を主張するセカンドパートナーという関係ですが、当然ネットでは、体の関係なくても不倫でしょ、家族に罪悪感とかないのかな、のめり込むリスク高くない、批判の声が続々。ねえ人間としてこう魅力がある人だなとは思ってます。やだ、恥ずかしいじゃん。なんとも複雑な関係性。今日はセカンドパートナーを持つ当事者2人をゲストに招き、気になるあれこれを追求します。安藤さん、どう見ましたか？不倫声が小さいけど、ちょっと怒りがもうにじみ出てるから、ちょっと震えてますね。あの、今の話の中では体の関係はないみたいな話をねしてたんですけど、実際どうかっていうのはよく分からない。いや、なくてもだって旦那さんに言えない人ってことでしょ。あ、確かにね、気持ちの上ではっていう、すでにだって もはや恋愛感情があってって言っても、なんかおっしゃってますもんね。まあ、しかも本当にないのかっていうね、ここのパターンはなかったかもしれないが、もはや絶対ないことはないと思う。まあ、そこは分からないんですけどもね。いや、分かんないですけど、でもなんかなんだろう、まあ、最終的に言えるのは、私はパートナーが欲しい、セカンドパートナーの前にパートナーが欲しい個人事としてね、個人事として、まあ、その意味で言うならば、なぜパートナーがいるのにセカンドパートナーを求めようとするのかっていうところが大きなテーマ。セカンドパートナーじゃなくて愛人でしょそれを何と呼ぶのかとかいろいろありますけど、ただの不倫で
だから、まあ、だ今風に言ってるだけかもしれないんでね、今風も変わんないね、だって不倫は不倫だから。むっちゃ転化しましたね。もうちょっと無理ですもん、だって肯定化しようとしすぎてる。そうか、そうかもしれないっていうのはすごくあります、うん、だってちょっとね、うん、どうぞ。なんだろう、うん、別にだったら旦那さんにもこうちゃんと一言趣味を共有して楽しむ方だったら、うん、やましいことがないのであれば、旦那さんに、あのこの人って言って、あの趣味が一緒で意気投合して、言えばいいじゃん、行って、ちょっとじゃあこの日ご飯行ってくるねとか、軽い気持ちで言えばいいのに、言ってたらいいですけど、どうせ言ってないんですよ、なんか私が怒られてる感じになってきていやどう今日は面白くなってきたな、受け止めが切れないんで、今日は恋愛学の専門家もお招きしてますから、どんどん聞いていただければというふうに思いますね。はい、ではゲストをご紹介してまいります。まずはですね、VTR にもご出演いただきましたセカンドパートナーを持つ女性でいらっしゃいます、リナさんです。リナさんどうぞよろしくお願いいたします。リナです、こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、こんばんは、ありがとうございます。続きまして、去年の冬に既婚者専用のマッチングサイトでセカンドパートナーを作ったというですね、男性原さんです。原さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、こんばんは、ありがとうございます。そしてもう一方、結婚や不倫について研究され恋愛学の講座を開く早稲田大学の森川智則教授です。森川さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは、いつもありがとうございます。なぜ、そもそもそのセカンドパートナーを作ろうと思ったのか、原さんお聞かせいただけますか。はい、分かりました。そうですね、まあ、男性でも女性でも私普通に友達はいるんですけど、まあ、本音で語れる女性っていうのが私の場合はいないっていうのがちょっとありますと。で、妻の場合でしたら、その、まあ、本音で語れないだけではなくてですね、その共通の話題ですとか、趣味とかっていうのはほとんどなかったもんですから、セカンドパートナーを作ったっていう経緯があります。今の話で言うと、存在としてはそのセカンドパートナーはナンバー2なのかもはやナンバー1なのかっていうのはどういう感じですか。ナンバー2です。ナンバー2なんですか。はい、まさにセカンドパートナー、それって例えばその本音を話せる男の友達がいましたって時であっても本音を話せる女性っていうのは必要ってことなんでしょうか。あればありがたいですね。まあ、本音そっちもありますけど、その女性だけではな、女性でなければこうできないことってこうありまして例えば、まあまあ、カップルでないといけないようなですねお店に行ってですね、で、ね、素敵なお店の雰囲気をこう楽しんだりですとか、まあ、それもう一回ちょっと奥様との関係に戻しますね。その意味で言うと、奥様への思いとか夫婦の関係みたいなものって現状どういう風なんですか。過去は非常に良くなかったです、で、もう会話とか全然なかったですし、で、まあ、離婚危機なんかもあったりもしましたけど、今は、なんかですね、セカンドパートナーですできることによって逆にこう優しくなれると言いますか、会話も少し増えています。はい、で今ナンバーワンなんですね、奥様が。奥さんナンバーワンです。はい、質問していいですか。別にセカンドパートナーでもサードでもフォースでも全然いいんですけれども、奥様に言えないことって何ですか。なんで言えないんですか。まあ、奥さん常時怒ってるっていうのもありますけど、あれですね、なんかそういう、まあまあ、そもそもお酒を飲みたいですとかそういうことっていうのが嫌いますし、そもそも、なるほど、はい、はい、罪悪感はどうですか。非常識かもしれないんですけど、あまりないと思ってますけどね、私は。ああ、そうですか。はい、ご自身の中でバレた場合のリスクみたいなことってどう考えてますか。もちろん考えます、ですがそこはその一線を越えてその、まあ、彼らのですね関係を持ったりですとかっていうことはないので、そこは私はいいのかなっていうふうに思います。お子さんいらっしゃるじゃないですか。でお子さんに見られた時はどうするんですか、現場を。そういうことを想像されどうですか、想定されてますか。見られてなんか、誰ってなって、はい、っていうことはやっぱり考えたりはします。なので、まあ、リスクを負いながらですね、活動してるのかなっていうふうに思います。それってなんか手とかつなぐんですか。それこそ別に子供に見られた時に、友達っすって言えばいいだけの。でもさ、絶対さそういういやでも絶対そういう空気感じゃないじゃん。だってもう大人が恋愛会その辺の空気感を知りたいわけよ。その手をつなぐとか。だって今さっきのさ、ちょっと怒ってるから、ちょっと一回聞かせてくれよ話を。もうちょっと質問があります。あれ俺の質問肉体関係のないセカンドパートナーのどこが面白いんですか。
まあ、先ほど申し上げました通りなんですけど、そういうカップルでですねしか行けないようなこう雰囲気のところに行ったりですとか、逆に言いましたらそのおじさん同士で夜景を見に行くですとか、でそういうことしてもなんかこうですね面白くないのかなっていうのは。いいじゃない、それ奥さんと行けばいいじゃん、ね、奥さんがあまりそこに関心を持ってくれないです、はいはい、というか奥さんに言えばいいじゃないですか、あなたがここで関心持ってくれないから私はセカンドパートナー作ろうと思ってるんですけど、うん、そうすると奥さんは関心持ってくれるかもしれないじゃないですか、やばいやばいね、体の環境を持たないのにキスは OK って書いてあった、見つけちゃったみたいな。なるほどね、はい、お子さんがいらっしゃらなかったらまた展開が違いますか。いや、いや一緒だと思います、妻にないそのですね、妻にお願いをしてリクエストをしてできないことに対してセカンドパートナーさんがやってくれる、うん、妻が興味ないことに対してやってくれるっていうところが、まあ、私の穴埋めみたいなところになってますので、うん、じゃあなんか逆の立場になっても平気ってことですよね、この人たちは、うん、逆に奥様がなんかそのセカンドパートナーさんがいらして、まあ、そこに記載されてあったハグとかキスとかしてます、でそれを知りませんでした、でもたまたまそれを見てしまいました、許せますってことですよね、うん、そこどうですか、何も変わらない、ね、罪悪感、あそうだよねって、同じ気持ちだったからしょうがないねってすってこう受け入れられるってことじゃないですか、うん、メンタル的には罪悪感が今さっきないとおっしゃられていましたし、うん、対等ではないよねっていう言い方はできるかもしれない、対等ではないっていうかアンフェア、まあまあそういうこと、私にとってはもう完全にアンフェア。いやでもなんかそこは怒ってませんよ、やっていいんだけど、私はそれこそ同じなんですけど、なんですけどそこがちゃんとクリアになってないと、うん、それはおかしなことになって、うん、つじつまも合わないですし、はい、それはちょっと違う、だから逆の立場になんか小さい頃に習いませんか、そう嘘ついちゃいけないってちっちゃい時に習ったよね、ちょっと俺らに詰めるよ、聞いてみようよ、どうですか、原さんどうですか、原さんどうですか、ですね、はい、さらに怒られちゃうかもしれないですけど、うん、まあその頻度次第ですね、頻度、はい、私みたいにこう頻繁に会うんであれば、うん、やめてほしいですね、おいおいおいこれはやべえよ、いや そこに矛盾が存在するっていうのは矛盾存在するのは分かるんですけど、うん、やっぱりこういうサイトですから、その女性の場合でしたらその何でしょうかね、そのなんか男性が力づくですとかで危ない目にこうあったりですとかっていうこともありえるとも思いますし、うん、まあ、よくこの形で聞く、先ほどもちょっとおっしゃったんですけど、要は そのセカンドパートナーがいるから、その奥様に対して、こう優しくなれるとか、その存在のありがたみに改めて気づいたみたいな、こういう言い方をよく聞くわけですけども、はい、そこも含めて森川さんどういうふうに考えたらいいのか、一度解説していただきたい、そうだ、先生がまず、原さんの場合は非常に軽有なケースだというふうに思ってください、はい、要するにさっきスライドにありましたけども、まあ、通常はですね、セカンドパートナーというのは不倫への、本格的な不倫へのゲートウェイです。ゲートウェイです。言っちゃいました。じゃあもう不倫の手前って感じね、はいはいはい、だって恋愛感情が湧けば、まあね、当然手をつなぎたくなるし、うん、手をつないだら必ずキスをしたくなりますよね、うん、でキスまで行っちゃったら肉体関係にはなりますと、はい、で実際にですよ、うん、だいたい8割の人は、うん、そこまで行ってるんです、うん、もう不倫でいいじゃないですか、これもセカンドパートナーじゃなくても不倫っていいんじゃないですか、綺麗な言い方、うん、そう、いやだから肯定化してるってことですね、別になんか今風に時代の流れに沿ったいい言い方をしてるけど不倫ってことですよね、いや入り口ね、ゲートウェイ、建前と本音はやっぱり分けなくちゃいけないですよね、うん、なぜ、はい、で先ほど実際に原さんにお会いしたらですね、本当誠実、まあ、これ言ったらなんか失礼ですけど誠実な方なんですよ、待って誠実だったら嘘つくの、いやいやいや、だから本音と建前だから、いや彼は本当にって言ったら失礼ですけども、分かんないですけど、不倫までは言ってないですね。で実はですね、
もう一方ゲストがいらっしゃいまして、ここまで待たせてたんですけど、ありましたんで、リナさんのケースを伺ってまいりますけども、リナさんのケースは現在10人のセカンドパートナーがいらっしゃると。どういうことだと。大変なことになりそうですよ、大丈夫ですか。40代の会社経営の旦那様がいらっしゃいまして、小学生の子供がいると、どういうことなのかと。この始めたきっかけのところにあります通り、2人目の子供は作らないって言われたところが、きっかけなんですが、一番は産後すぐに両親が闘病しまして、で、そこから母の介護と母の他界まで経験したんですね。で、その中で、母が息を引き取るもう数日前だったんですが、私たち家族のもとにもう最後 の言葉を残しまして、離婚はしないでっていうことと、あと2人目を作って幸せに暮らしてほしいと、こう声を振り絞って語りかけられたんですが、最終的には夫の方で、もう母の頃と時代と今は違いますし、子供一人でもうヘキヘキしているのに、2人目もそんな作れるの、そして育てられるのって言われたことがきっかけで、その時にこう感情の糸がブツンと切れてしまって。なるほど。もちろん夫は大事な相手ですが、私はもうそういう部分では認められないのかなっていう、こう精神的なパートナーを失ったことがきっかけの一つでもあります。そうですか、はい。質問していいですか。はい。お仕事はなさってるんですか。はい、しております。じゃあ時間的に時間はあるんですね。10人と LINE やり取りする時間は、はい、その部分のやりくりはできます。なるほどね。その月に2回だけ会って、あとは10人と LINE のやり取りって、結構忙しいよ。忙しいし、その LINE だけやり取りしてるのがどう楽しいのかみたいな、その友達との違いがよく分かる。そしてまたなぜ異性でなきゃいけないのかっていうあたりもちょっとどう考えたらいいんですかね。その10人相手にする、こう申し訳ないですけどちょっと面倒くささっていうかですね、まして忙しいし仕事してて小学生の子供がいてみたいな、ところをどういうふうに考えたらいいのかって、ちょっと皆さんお話しいただくとしたらいかがですか。はい、正直忙しいですけれども、その時々の悩みですとか、あと話ちょっと聞いてもらいたい時とか、そういう時にちょっと LINE したり、もし都合が合えば会うっていう形をとっているので、別に負担にはなっています。ありがとうございます。皆さんまだ不倫についてですね、ちょっと、正しい理解ができないので、まず不倫からいきますね。はい、大丈夫ですか。そのこの後集中効果も予想されるんですけど男の人の不倫率っていうのが一生涯で 74% なんですね。素人さん、まあ高いね。まあどころじゃなくて非常に高いで、女性の場合は3割なんですよ。これも高い。で、男の人の場合は風俗不倫というのがありますから、それが全国調査だと 42% ということは、大体男の人は一旦結婚すると風俗に手を出すか素人さんに手を出しているという現実があるわけです。とりあえず僕の画面映ってやめてください。不倫の定義に戻る。不倫は肉体関係のことです。はい。でそれを前提にすればリナさんの場合も原さんの場合も可愛いもんじゃないですか。リナさんも原さんもパートナー、ファーストパートナーには言ってません。つまり、されてる側は嫌なのは間違いない。だけれどもそのされてる誰かというのは現時点ではある種存在しない。だってその人たちは知らないからっていう状況だからこの番組をお送りしていると。だけど なぜそんなことをするんですかっていうのを聞くのが、この番組の趣旨ですし、そして安藤さんとシンシアさんに喝を入れていただくということにもすごく意味があるんで。別に勝つとかそういうあれじゃないですよ。その方のお二人の価値観ですし、人としての、だから何も言うことはないんです。ただ、その相手のことを考えたことはありますかって、ファーストパートナーですって、自分のご自身のその奥さんだったり旦那さんを大事に思ってます、ファーストパートナーですって言ってるだけで、形としてやってることは別にそういうことではないですし、っていうところだけは私たちは共感できないし、多分これを見てる方で共感してくださる方もいらっしゃればそうではない方だ。例えばそのリナさんの10人のパートナー、もう10名そういう思いをしてる方がいるのか、言ってる方もいるかもしれないですしね。シシャさん短く一言いいですか。
もう好きなようにやってください、うんね、ただあのファーストパートナーにはやっぱり言うべき、うん、で言わないんだったらもう申し訳ないんだけれども人生のリスク管理が全くなってないね、うん、ありがとうございます、ね、うん、その意味も含めてあの私から言えることは、リナさんと原さんにはご出演いただいてありがとうございます。そうですね、なぜそういうことをするのかということを伺うために聞いてますから、うん、あの決してバレてはならないと。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。